そのなりにその背格好。俺のフグを盗んだ泥棒ってのはお前だな。今日はたらふくフグを食おうと決めてたんだ。切り身の一片たりとも譲れはせん。即刻返してもらおう。ご丁寧にさばいてあるのか。その殊勝な態度に免じて少しは手加減してやる。フグの毒は無事に手に入りましたか？よく分けてもらいましたね。毒だけ欲しがる人なんてそうはいないでしょうに。しかし伊賀七さんも変わり者だな。自ら毒を飲もうだなんて、普通なら恐ろしくてできませんよ。からくりのことで役人に口を挟まれたくないのでしょうが、命を張ってまでというのは感心するほかありません。では奥で薬を調合してきます。少しお待ちを。お待たせしました。毒薬は伊賀七さんに、解毒薬はあなたがお持ちください。こんな危ないこと誰かに試せるはずありませんよ。僕だって自分で試す勇気はありません。本音を言えばこんなことをやめてほしいんですが、伊賀七さんは覚悟を決めてしまっていますからね。さてと、伊賀七さんは写真館に戻っているはずです。薬を届けてあげてください。